すいません、急いで作ったので。急ぐとディスが入るってのはどういう理屈なんだ。ディスが入らないちゃんとした俳句を作りなさい。ラップバトルしてるわけじゃないんだから。できました。ノータイム。一旦他の子の句を聞きたいから待ちなさい。5本では行きます。あ、読む気だ。よう、俺の名はマヒル。よう、喝采を浴びる。よう、ライムで突き刺すお前らビビロス。よう、大文字正当戦闘、毎日説教総財先行。クロスキルぜ、それが問題。目の上の単行部、彼の名は問題。よう、よう。もう完全にラップじゃないか。そのディスに対するアンサーは先生のスキルじゃ返せないぞ。どんどん俳句が下手になってる。というか、わざとやってるんじゃないのか。わざとじゃありません。僕だってあんなにひどいこと言いたくないんです。でも俳句を読もうとすると口が勝手に。芭蕉じゃなくてエミネムの生き量が乗り移ったのかも。その割には流暢な日本語だったが、